第五代セントオールバンズ公爵、オーブリー・ボークラークは、イギリスの地主、古物収集家、芸術品収集家。初代ビアー男爵ビアー、ボークラークとメアリー・チャンバーズの4、男として、1740年6月3日に生まれた。1761年イギリス総選挙で、セットフォード選挙区から出馬して、当選。 1768年イギリス総選挙でアルドバラ選挙区に蔵楽井して再選した後、1774年イギリス総選挙で出馬せず庶民委員議員を退任した。議会では最初は立場がはっきりせず、1764年の投票記録ではグレンビル派に反対したことを示しているが、同年に入閣する公爵が作成した議員リストでは、 入ッする派に属するとしつつ、疑わしいとした。1768年に選挙協力を得た後は、ロッキンガム派として投票したが、政治自体への興味に乏しく、議会で演説した記録はなかったという。1781年10月21日に、父が死去すると、ビアー男爵の爵位を継承した。さらに1787年2月10日に、叔父ウィリアムの孫にあたる、 第四代セントオールバンズ公爵、ジョージ・ボー・クラークが死去すると、セントオールバンズ公爵の爵位を継承した。1802年2月9日に死去、長男・オーブリーが爵位を継承した。セントオールバンズ公爵夫人、キャサリン・ポンソン・ビー、トマス・ゲインズ・バラ作。1763年5月4日、キャサリン・ポンソン・ビーと結婚、下記の子女を設けた。ありがとうございます。